まあ、ちょっとたくさん質問が来てるんだけど、なんか2人が友達になったきっかけは、はい、お互いの第一印象は、共通の趣味は、2人の面白いエピソードを聞きたい。めっちゃ来てるから結構一気に来たね今。そう、一気に来てた。順番になんか喋ってく。うん、まあでもね、もうなんか仲良くなったのはもう6年ぐらい前じゃない？5年前とか。もうそんな経った？それぐらい。うわ、うん、すごいね。みんな6年前とか何歳ですか？確かに ね、6年前なんかその ETA っていうね、 ETA だっけ、うんうんうん、ライブがあって ETA のね、そう、そこで初めて会ったよね多分。会った、一緒にライブ共演したよね、うん、そこで。そう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 。でなんかそこからコラボしていって、すごい、うん、6年前10歳だって。若い。若いね。6年前14歳、11歳。でも言うて俺も6年前16歳だからなんかさ、そうちゃんさ、あれだってね、なんか18歳未満だから、あの早く帰んなきゃいけない。そうなんだよ、ライブ出演するけど、アンコールの時間にはもう出れないから、うん、みんながアンコールする前に俺はなんかもう帰るっていう。そう、なんか日本だと何時、8時とかだっけ、10時とか8時とか、なんか夜8時とかを過ぎて、その18歳未満の子がね、仕事したらダメなのかな、あれ。なんかね、どういうあれなんだろうね、うん、そういうのあるよね。そう、帰らなきゃいけなかった、お家に。そう外出ちゃダメだったそうそう。